杉原千畝、ね、杉原千畝は2015年制作の日本映画。第二次世界大戦中、ナチスによる迫害から逃れるユダヤ人のために独断で日本通貨のビザを発行して6000人余りのユダヤ人を救った外交官杉原千畝の生涯を描いた作品。ポーランドで9月13日から11月上旬まで約2ヶ月にわたりロケが行われた。 本作では、杉原千畝が外交官としてだけでなく、堪能な語学力を使い、不妊した各国で類まれな情報収集能力を発揮し、貴重な情報を集めて、日本に送り続けたインテリジェンスオフィサーであった一面も合わせて描いている。杉原千畝の発行したビザ賞は30年、日本の外務省を訪れた、ユダヤ人にシェリは自分の命を救ってくれた。 先歩杉原という外交官との面会を求めるが、応対した関光一郎から、先歩杉原という外交官は存在しないと、返答されてしまう。西矢は、必ず探し出すと言い残し外務省を後にする。遡って、昭和9年、満州国外交部の一員として働く杉原、千年は、白系ロシア人のイリーナとマラットと共に、 ソ連との北満鉄道上と交渉を有利に進めるための諜報活動を行っていた。チューネはソ連軍が新型列車を盗み出そうとした証拠をつかむが手を組んでいた関東軍の南川金吾の暴走によってマラットとソ連兵が殺害されてしまう。恩便な解決策を無下にされたチューネは満州国を死没化する関東軍に嫌気がさしたため 満州国外交部に辞表を提出し、日本に帰国する。帰国後、チウネは、モスクワの在ソビエト社会主義、共和国連邦日本国大使館への赴任を命じられる。念願の認知への赴任を喜ぶチウネだったが、ソ連から北満鉄道の一件を理由に、ペルソナノングラータを発動され、入国を拒否されてしまう。落胆したチウネは、友人の菊池と焼を飲み、 菊池の家に泊まるが、そこで、菊池の妹、幸子と出会い、恋に落ちる。昭和14年、千ウは新設されたリトアニアカウナス領事館への、赴任が決定し、ソ連の動きを探るように命じられる。千ウがカウナスに赴任した直後、ソ連は、ナチスドイツと独ソ不可侵条約と締結し、ドイツは、ポーランド侵攻を開始した。千ウは、接触してきた。 ポーランド人スパイのペシュと手を組み、情報活動を開始する。チユネト・ペシュは収集した情報を分析し、独ソが東、ヨーロッパを分割支配しようとしていることを突き止めるが、日本は明確な対策を取ろうとはしなかった。昭和15年、ソ連軍がバルト三国を占領する。ドイツからの迫害を逃れてきたニシエリたちユガヤ人は、ドイツと同盟を結ぶソ連から逃れるため、 国外脱出を図るが、各国領事館はソ連軍によって次々に閉鎖され、脱出に必要な詐称を受け取ることができなくなってしまう。そんな中、オランダ領事代理のヤンは、ニシェリたちに詐称を発行するが、ドイツが支配する西ヨーロッパへの脱出は不可能であり、ニシェリたちは極東経由での脱出を目指し、日本領事館に詐称の発行を求めるが、 外務省からペシュラ協力者以外への詐称発行を禁止されていたチウネはニシェリたちを無視するしかなかった。しかし、ヤンの行動や日に日に詐称発行を求めるユダヤ人たちが増えていくのを見たチウネは心を動かされ、独断でユダヤ人たちへの詐称発行を決断する。チウネは領事館が閉鎖され国外退去するまで詐称を発行し続け、 ニシェリたち多くのユダヤ人がリトアニアから脱出し、ハティクバを歌う。リトアニアを退去したチウネは、東プロイ戦系にヒスベルクに赴任する。チウネトッペシュは、ドイツ軍が国境地帯に集結している事実をつかみ、ドイツがソ連への侵攻を計画していることを察知し、中ドイツ大使の大島博士に、日本がアメリカと戦争になっても、ドイツの支援は得られないと忠告するが、 ヒトラーに浸水する大島は、チウネの忠告をまともに取り合おうとはしなかった。独ソ戦開始後、ドイツはソ連への侵攻計画を漏らした、チウネの国外退去を要求したため、ルーマニアへの赴任を命じられる。杉原は、大島に対し、アメリカと戦争すれば日本は負けると警告し、ルーマニアに向かう。昭和20年、チウネは、ソ連軍の捕虜収容所の中で手紙を渡され、その際に、 日本の敗戦を知る。子供たちと共にガーニータサチコは、チウネの心情を思っぱかりばを離れ、チウネは落ち着いたところで、手紙がイリーナからのものだと知り中身を確認する。手紙には、杉原が発行した詐称によって、多くのユダヤ人たちが救われ、多くの人々の人生を変えたと書かれており、最後に、ありがとうと結ばれていた。手紙を読み終えたチウネは涙を流す。 昭和47年、外務省を退官し、貿易会社に勤務していたチウネは、認知のモスクワで、ニシェリとの再会を果たす。チウネとニシェリは、数十年振りの再会を喜び、モスクワの街を歩いていった。イリーナ役のアグニシカ・グロコスカ・カウナスの、急に本領事館2015年10月13日、杉原がビザを発給したリトアニア・カウナスで、ワールドプレミアが行われ、 杉原の家族やカウナス副市長が出席した。450席の劇場は満席で50人の立ち見が出たほか、上映終了後には5分間のスタンディングオベーションが起きた。12月5日に全国329スクリーンで公開され、5日6日の2日間で観客動員118,453人、工業収入1億4、538万9、 600円を記録し、国内映画ランキングで初登場第2位となった。映像ソフトには、劇場公開された日本語字幕版だけではなく、日本語吹き替え版も収録されている。日本人俳優が英語を使って会話をするシーンは、俳優本人が吹き替えを行っている。ありがとうございます。